こんにちは、速稼塾の久保です。私は40からね、ネットのビジネスに入っていったわけですけども、やっぱりね、きつかったですよ。やっぱりいろいろと。でも、きつくなるだろうなと思ったから考えなかったです。思考停止しました。どうしよう、やろうかな、どうかなと思ったら、結局ね、あ、これ40からなとか、ネットなとか、なると思ったんで、そうなる前にね、そういうふうに感情が、第二感情が働く前に、第一感情でこれしかないと思ったら突っ込んでいったわけなんですよ。それからはもう何も考えることやめました。これが私の思考停止なんですよね。で、皆さんもね、70代とか80代の方を見て感じると思うんですよ。スマホを使ってなかったりね、それから未だにメールとか LINE とかやらずに電話をかけてくる人をイラッとするんですよ。で、年寄りは新しいこと挑戦しねえなとか、古い考え方ばかりだなとかね、ちょっと口開けば昔はなとか言って言い始めるとかね、それイライラしてると思うんですよ。でもこういう方っていうのはよく考えてみてください。30年前は70代の方も40代だったわけですよ。80代の方も50年前は30代だったんですよ。実は30代とか40代の頃からもうすでにね、新しいことを挑戦するのをやめたその慣れの果てが、今見ている70代、80代のネットを使わない世代、新しいことをやらない世代だと思った方が私はいいなと思うんですよ。ですんでね、40代、私の年代になってネットビジネスをやらない人っていうのは、そのまんまですよ、70代、80代になりますよ。だって今でこそね、インターネットが入ってきて30年。で、スマホが日本に来て10年。メールアドレスなんてのは、やっぱり二十数年前からあるわけですよ。だからその時に入らなかった方が、30歳年取って、40代の方が70代になってるんですよね。で、こういうことなんですよ。うん。だから挑戦しない人ってのは結構目立つんですけども、自分自身が挑戦してないんじゃないかなと思うんですよね。だからネットビジネスができないっていうのは、すでに挑戦しなかった人なんだと思うんですよ。いろんなね、障壁を考えて、デメリットを考えてやらないと。で、そういう脳を早くね、捨て去った方がいいかなと思います。で、東京から脱出する件なんですけども、結構ね、東京から全国各地に人は避難する、もしくは実家に帰るって選択を選ぶと思うんですよ。それが次の感染リスクを高めるということもあってですね、まあいろいろとここはね、感情と事実の入り乱れるところなんだろうなと思いますよね。はい。で、東京からあれでしょ、今日緊急事態宣言でしょ。緊急事態宣言、別に国に出されたから緊急事態宣言なんだと思っちゃダメですよ。そんなことね、とやかく言われる前から緊急事態でしょ、自分自身の人生が。そんなね、今回の騒動もそれにプラスワンちょこっと乗っかっただけで、絶望的な場面が訪れたわけでもないんですよ。こんなのあろうがなかろうがもうすでに絶望的なんですよ。緊急事態なんですよ、ずっと。この意識が今まで低かったんじゃないですか。人に言われたから緊急事態だとかね、国は何やってんだと思いますけども、お前が何をやってんだって話なんですよ。緊急事態、お前の人生が緊急事態だということでございました。